何か義は、中華民国の軍人。将軍に属し、後に、武漢国民政府の有力な軍資機関となる。上海クーデター後に、紹介先を支持しこ南省を長期にわたって統治。したが、西安事件での対応を省に採議され失脚した。字は、ゲイキコリ。号は、姿園。不能の家庭に生まれる。1906年から、高志小学堂。 湖南公立法制学堂で学んだ。侵害革命の後、一旦は文官となったが、間もなく軍人の道に転じる。湖北陸軍第三中学、保定陸軍軍艦学校第三期風評価と学んだ。1916年の卒業後、将軍に加入している。1921年頃から、何かぎは将軍第一子。 第一たび町の党聖地配下となり、騎兵団長として起用された。1923年8月の単調の戦では、党に従って、北京政府側の湖南省庁を、調公的に味方し、南方政府側の丹の部と戦う。町が勝利すると、党は、第四支市長に昇進し、何も、同志第一級たび町となった。 1926年3月、党聖地、何かぎは、中国国民党と結んで放棄し、超公敵を駆逐した。7月、公衆国民政府が北伐を開始すると、党、何も中国国民党と、国民革命軍に加入している。合わせて党は、第八軍軍長、何は、同軍第一支支長に任ぜられた。党率いる第八軍は、 武漢攻略に貢献し、河南省まで進軍している。これにより、党、何は、王朝名主犯の武漢国民政府において、軍事力を要する有力者となった。1927年4月12日に、上海空ーデターが起きると、かねてから、農民運動に反感を抱いていた、党聖地、何か義は、紹介席を支持した。翌月以降、何は、 湖南省や湖北省で共産党弾圧を開始し、王朝名と省の合流を促すことになる。王朝名と省解石が合流した後の同年11月、当聖地は反省の動きを見せたために、新公正派の攻撃を受け、下野に追い込まれた。これ以後、何は党廃下から離脱し、新葛羅系指示に転じて、 コナン前将清里ただし弁に認じられた。まもなく新興政派と将の対立が深まると、何は今度は将に接近を図るようになる。1929年3月、何かぎは、小海石から湖南省政府主席に任ぜられた。さらに同月に勃発した、小桂戦争では、何は、内逆軍第四軍軍長に任ぜられ。 高生省へ進行して昭和勝利に貢献している。その後も何は、昭解析を指示し、反省派との戦いにも参戦した。しかし1930年には、新高生派と皇軍により、それぞれ一度ずつ昭和解調査を疾患させられるという、浮き目にもあっている。この時は、昭の指示を受けたためかろうじて何は、求心力を確保し、何とか、調査を奪還した。 これ以後も、何は、共産党粛清や中国共産党総統作戦に、たびたび参加している。何かぎは湖南省政府主席に就任してから8年余りに、渡り湖南省を統治した。これにより、何は10万人規模の軍勢を抱える実力者となる。しかし1936年の良好事変や、西安事件において、何は、 それぞれの反省派とも結んだ動きを見せた。紹介席は何を再議し、翌年11月、何を湖南小政府主席から罷免して、内政部部長へ移動させている。さらに、湖南の軍を率いていた何の副審、劉県著の第四祖寺軍葬式に任命されて、チャンス、石膏方面へ赴くことになった。何かぎは、上官だった。 戦や統制地部下の劉健著らとは異なり日中戦争勃発後も、紹介席から軍資機を与えられることは全くなかった。それどころか1939年5月に内政部長を罷免されると、何は軍事委員会、なで恵む委員会主任委員という感触に移されてしまうほどの礼遇を受けている。1945年5月、中国国民党、 第六期中央執行委員に選出されたものの、日中戦争終結直後に病気を理由に辞職、故郷に陰性し完全に政界から身を引いた。国境内戦末期に、何は、香港を経由して、台湾に逃れ、相当不国策顧問に任ぜられた。1956年4月25日、台北市にて、脳一血により死去。去年70。 何かぎ別影フーズ封印、チャイナフォースエド。ありがとうございます。